ここからはですね、佐々木瑠衣さんのお話をどんどん聞いていきたいと思うんですけれども、なんか取り調べみたいになって、取り調べですよ、そりゃもうだって産経新聞辞めたから何でも言えると思いますからね。産経新聞に入って今までの間で思い出に残ってる事件とか事故とか。日本の外務大臣がペルー・リマに来てるっていうのがバレたという話があって、うん、でいきなり亡くなっちゃったんですけどね、うん、亡くなってるからもうちょっと言っておりまして、これに関してもある程度その中国側に規制を求めたというような話が出てますが、どうでしょうね、佐々木さん、まずはこれを見て。あ、そのフェンタニンとフェンタニンでは今回の米中首脳会談、米中ね、私はあの何の成果もないだろうなと思って見ていて、で今はまだ直後なんでね、分かりませんけれども、うんうん、実はあの時こうだったっていう報道がね、まあ、その 2,3 日後には出てくるんでしょうけれども、アメリカのメディアも含めてね、うん、まあ、これパッと見ただけでは何が成果なのかなという気がしますね。でそもそもね、これあの習近平があの副主席の時アメリカ来てまして、うん、で彼はあのかつてアイオワ の養豚場の農家にね、はい、あのホームステイしてたことがあって、はい、で懐かしいんだなんて言ってね、訪米した時にそのバイデンも副大統領で副同士でね、でバイデンわざわざアテンドしてアイオワまで連れてってよろしくやってたりする、そういう仲っていうか関係もあったりするもんですから、うん、まあ、あの本当にあの言うべきことを言えたのかどうかっていうのがね、バイデンの方がね、私非常に今疑問に思ってるところなんですよ。まあ、覚えてるんですかね、バイデン。だそもそもね初めましてなんて言っちゃってありですね、習近平が戸惑っちゃってね戸惑っちゃってどうですか、井川さん。いや、まあまあ、とりあえずチャンネルだけは残しておきましょうっていうことなんでしょうね。まあ、とりあえずパイプだけは残しておいて、はい、まあ、パイプがもう半分切れた状態でしたから、つなぎ直しだけはするというような感じになるのかな。まあ、あとはですね、習近平は台湾を、軍事的に、支援するというか軍事的攻撃をするようなつもりはないみたいな発言をしたとかしないとかいうのも出てますけれども、まあ、これもですね、中国どこまで信用できるか分かりませんからね、というような状況になってます。ここからはですね、佐々木瑠衣さんのお話をどんどん聞いていきたいと思うんですけれども、なんか取り調べみたいになって取り調べですよ、そりゃもうだって産経新聞辞めたから何でも言えると思いますからね。だってまだ私退職金振り込まれてませんからねこれ余計なこと言うとね、うん、どうなるか分かりませんよ、まだ。え、退職金って振り込まれるんですか。振り込まれですよ。まさか現金で手渡しってことはないと思います、ね、いや、産経新聞退職金出るんですか。あ、出ます。あのスズメの涙です本当に言いたいですよ、本当にもう給料安いんですよ、産経。本当に本当ですよ、もう朝日の半分以下ですからね。そんなにあんのかな本当に本当にね、ひどいですよ、あの新聞社もね、かなり格差が激しくてですね、朝日新聞はちゃんと番記者、うん、大臣なんかの番記者にハイヤついてんですよ、うん、ね、うん、そうですね。で読売なんかはハイヤ呼べるんですよ、うんうんうん、うちも昔はそうだったですけどね。ただあの現場で私の、まあ、時は大体サブキャップみたいになってくるともう車使うなと、うん、でむしろあの若い方連中がですね、番記者なんかがむしろあのハイヤーなんか使ってましたけどね、うん、ハイヤー使ってね、あの近場にあの飯食いに行ったりしてね、うん、偉そうにね、本当に。いや今もうないでしょ、だって今は見ないですよね。今だってみんなあれですよ、あの地下鉄とか使ってますよ。ですよね、相乗りさせてもらったり。産経新聞さんはあの大王製紙が紙をメインで収めさせていただいてまして、ね、ね、私も、まあ、自分が社長になる前からやっぱり年に何回かのご挨拶と会食なんかでですね、はい、清原社長さんだとか、はい、あの清原さんの頃にはあのよくあのお会いしてお世話になってました。清原さんの頃まではまだ良かったんですよね。こういう名詞が、ね、出てくると本当に危険な匂いが勘弁してください、ね。清原さんの頃まではまだ待遇が良かった、その後どんどんひどくなってったというね、まあ、業界全体がね、まあ、社用ですからね、ないっていうんでしょうかね。でも産経さんはあのおしがみをね真っ先になくされてね、サプライヤーとしてはですね辛い思いをした辛いは思いましたんですが、非常に真っ当な、私はあのおしがみは詐欺だと思ってますんで、はい、ただね、あのあえてフォローすればですよ、産経を、あの他のもちろん超前読みなんか、あ、前は違う、朝日、読売なんかに比べればそれ給料は安いとは言われてたんですけども、うん、まあ、取材経費なんていうのはね、結構あの、まあバブル崩壊してしばらくしてからも結構使えたんですよ、うん、それに加えてあのタクシーチケットっていうのがあって、うん、これもね大体5社、あ、ほぼ使えましたね、うん、あとはあの
産経のいい点はそこしかないんだけど、で先輩そこしかないチケット、タクシーチケットとあと留学生制度一応私はその両方ちょっと恩恵預かりましたんでね、あまり余計なことも言わない方がいいのかなと思ってます、まあまあいろんなね社内の都合とかいろいろありますけれども、まあ確かに産経はですね一番最初に押し紙を辞めたし、逆に言うと産経 MSN で、MSN にずっとそうでしたね、ニュースソース提供してて、ね、あれもともと毎日だったんですけれども、そうです毎日から MSN に変わって、産経さんのいいのはね、我々からするとね、ずっと記事が残ってることなんですよ。他社は5日から1ヶ月ぐらいでニュースどんどん消してっちゃうんですよ。ですから記録しようと思うと時系列で追っかけられなくなっちゃうんですね。今のネットニュースがそうなんですか。今もそうです。あれそうでしたっけね、はい、でその MSN はニュース記事を消してはいけないという条件でしたから、産経だけがね常に残っていたので、定点観測する我々からすると、引っ張り出すと全部産経の記事になるんですよ、古い記事。なるほどですね、はい。あと論評抜きの普通の 5W1H 式のニュースの場合は共同通信とかね、当時は時事通信とも提携してたから、結構早くに速報がバンバン、ネットに載せることができてましたね、結構便利でしたよね。ただ産経さんの辛いところはですね、本業が不動産屋じゃないんですよ。そうですね、そこですね、うん、他はね不動産屋がね趣味で出してる感じがありますね。産経ビルディングって売っちゃったもんですから、いろいろあった時にね、むしろうちは棚子ですからね、棚子で借りちゃってる状況なので、他社はですね朝日さんなんか築地のビル、だ本社だけでですね、あれただ同然で国から払い下げ受けてますからね、そういう意味では、大手町界隈のうちなんかもそういうようなところありますよね。ありますけどね。読売さんもそうですよね。で、読売のビルが近くにありましてね、前から昔から、隣ですね、隣にあって、で古いビルがですね読売低かったわけですよ、古いから。で産経が新しい高いビル建てたんですよ。そしたら鍋常さんがなんで産経に見下ろさなきゃいけないんだって言って新社屋を建てたっていう。それどこまで本当かでもね、微妙に抜かれましたね、高さ。抜かれた。何やってんでしょうね。そこで勝負するのかって話ですよね。微妙抜かれましたよ。抜かれましたね。やっぱりさ、鍋常さんの意地でしょうね、それはね。そうですね。話取れますけど、鍋常さんの番号、社用車の番号1001だった、1000万部でね、1001だと、今は800ぐらいになってるんですかね、推しが見れて。760ぐらい。だそうですかね。じゃあ番号も760に変わったのかな。いや、推し神が4割ぐらいありますからね、推し神、積み神が。はい。読売はどちらかというと、もう組織力で売ってますから、あそこは。そうですね、昔からあそこは特販っていって、大体ジャイアンツのチケットを持ってきてですね、本当ね、裏話になっちゃいますけど、警察、担当してる頃なんか夜回りとかするじゃないですか、刑事さんの家、だからね、あくどい人も中にはいてね、あんた何がもらえんのって、くれんのっていうようなことを堂々と要求してくる人もいましてね、で読売さんなんかまさにね、東京ドームバックネット裏のいい席くれたぞって、そこまで私本気に言われたんですよ、うわこれ汚ねえなと。でもそこまでしてやるもんなんだなというね、現実を思い知りましたけどね。産経で配れるもんって言ったら何があります？すぐ思いついたのが神宮球場のヤクルトです。これはダメだと。これダメだね。ダメだなと思って。ダメですね。あと産経さんの持ってる資産というと、本来はフジテレビは子会社だったんですけどね。あ、そうですね。会社上、会社上はね、ライブ大事件まではね。そうですね。ちょっと逆だったんですよね。はい。ラジオがあって産経、そうラジオがあって産経があって、その下にフジテレビあったんだけど、ライブドア堀江門のせいですよね、そうやって考えると ね。井川さんどうですか。いや、よく存じ上げてる。その通りですね。堀江門さんをよく知ってる井川さんとしては、一緒に本も出させてもらってますけれども、あれはね本当にこれからネットの時代だって言いながら、なんでテレビとか欲しがるのよっていうですね、やっぱりステータスなんですよね、結局見てたら。あとステータスと、もう一個あるのは垂れ流しなんですよね。テレビってチャンネルつけたらそのまま垂れ流しなんだけれども、
我々のようなネットメディアって、まあそうですね、選択でわざわざいかないと無理ですから、はい、もう生活習慣になってるお年寄り多いんですよね、テレビって起きたらすぐつけてる、つけて起きたらすぐつけてずっと同じチャンネルつけてるっていうパターンがですね多いんで、今もうほとんどそういう人しかいないんじゃないですかね、うん、現場の記者なんかあれですよ、ずっとあのキャップなんて、まあ、現場の責任者はテレビがすぐ横に大体あるんですけどね、各社とも記者クラブで、うん、NHK つけっぱなしにしてるもんですからね、うん、みんなの歌とかすぐ覚えちゃってね、みんな知ってるんですよね、みんなの歌朝ドラ見て、で昼またもう一回見せられてみたいな感じ朝ドラそうそうそう朝ドラいろいろやってましたよね、そうですね、アマちゃんだとかいろいろやってましたけれども、はい、ということでいろんな歌ありましたが、産経新聞に入って今までの間で一番気に、はい、思い出に残ってる事件とか事故とか、ね、今あのこちらにスタジオ入りしてすぐ渡辺さんからそういうことをお伺いしますなんて言われて、ちょっと戸惑ったのは、あのまだ振り返るってる場合じゃないななんて思ってたもんですから、うん、とはいえね、ちょっと考えたらですね、まあ、やっぱり日朝首脳会談ですね、2002年、はい、9月17日前後ですね、うん、であとその前の月に日朝赤十字会談っていうなんちゃってみたいなのがありまして、はい、で2回、まあ、北朝鮮行ったわけですけど、その日朝首脳会談と、あとはそのもっと遡るとはですね、うん、私が政治部来て間もなくで、あのペルー大使公邸の選挙事件、はい、ちょっと頑張るなんていうね、はいはい、あの事件です、現地行きましたけどね、でもっと遡るとやっぱりこれは社会部の警視庁担当時代だったんですけど、オウム真理教事件ですね、地下鉄サリン事件、まあ、大体この辺かなと。日朝首脳会談などは同行されたんですか、うん、あの同行というよりも、まあそうですね、先乗りして、あの北京経由で平壌に行くっていう感じですよね、はい、北朝鮮で、うん、ホテルに泊まられたわけですよね。ホライホテルですね。ホライホテル。面白いですよ。最初の初めて行った、首脳会談の前の月の8月ですね。ホライホテルで泊まった次の日、みんなに何階だったって言ったら、私だけがね、なんか13階でね、他の各社はみんなね、4階とか5階で固めて泊めてるんですよね。で、私だけがね、一人で仕事終わって朝というか未明の3時半ぐらいにこうガラガラってこう引いて自分の部屋に初めて入るわけですけど、うん、もう真っ暗ですよね、電気ないから、うん、非常灯の青いのだけがこうついてですね、うん、でエレベーター開いた瞬間に監視員がこう座ってるんですよ、こうやって、うん、で一応何やせようなんて言ったんだけどね、全くリアクション反応なしでね、でこう廊下歩いてどこの部屋だろうなんて探して、前からこうデブがこう来るんですね、でっかいのが、なんだろうと思ったらね、鏡があって自分だったんですけどでドア開けたらもういきなりねテレビがついてるんですよ、はい、っていうような感じでね、怖かったですね、誰の部屋絶対いるよって感じでね、うん、いや部屋開けたら女の子いたんじゃないですか。いや、いなかったですね、残念でした ね役に立つ記者だと思われてなかったんだろうなまだまだちょっとね、足りなかったな、足らなかった、力不足ですかね、力不足ですね、井川さん、そういうハニトラの経験はないですね、はい、中国駐在時期にはですね、自分から見には行きました、かぐや姫とかですね、はい、遊びに行ったりしましたけど、残念ながら重要人物じゃなかったんで、社用産業当時まだ専務ぐらいだったんで、それをハニトラしてもですね、意味がないと思われたんで、いや誰もハニトラ会ってないからつまんないんですよねただね、6カ国協議っていうのが2000、はい、何年だっけな、当初は2000年代の初めに北京で会った時に、はい、北京なんとか大飯店とかいわゆる、はい、じゃないですか、だからね、こうチャイナドレス着たもう本当に170以上の女性がみんなスラーって並んでてね、うん、いやまたすごい綺麗美人をねスタッフで揃えたもんだなと思ったらね、うん、地元の日本の大使館の人に聞いて、あれ全部賠償費だから気をつけたよ、うん、気をつけた方がいいよって言われてね、うん、だったそうです、うん、何もしませんでした。小泉さんのですね、お父さんの方の持ちネタでですね、公演でいつも使うやつあるじゃないですか、中国行ったらですね、綺麗な女性が部屋にいたと、うん、出てけと追い出したと、うん、翌日美少年が入ってたっていう
いつもね講演のネタで使ってらっしゃいますけれども、逆に言うと追い出さない政治家が多かったんでしょうってことですよね山田さんとかただね、あのなんだっけ、三木武夫さんがね総理になる前に旧ソ連に行った時には、はい、私松野雷蔵さんっていう、はい、あの、はい、方とねちょっとあの方とっていうか可愛がっていただいた時期があって、私も足しげく事務所行ったりしてたんですけど、聞いたらね、はい、打ち合わせ終わってさあ寝るぞって言ったらね、三木さんの部屋からね下からね肌すっぱだかにネグリジェのロシア女性が出てきて、で三木さんが日本語で何や君は何だ出てきなさいって言って、ホテルの自分の部屋のドアのところまで行ったらバシャーンって言って取られたって、昔のこのストロボのっていう話をね、松野雷蔵さんが三木総理から聞いたっつってね、で松野さんがねせっかくだからお茶でもね出して一緒に飲めよかったのにって笑ってたってもったいないって言って、いやあのね部屋開けた時とかで取られるんですよ、だから逆にどちらでやってもダメなんですよ、部屋の扉開けちゃダメなんですよ、そうそうそう、どの道ね取られちゃったんだよね、取られちゃいますからね、女性と一緒にいるとか入ってるか出てるか分かんないから、それ見てる分には、そうですよね、はい、ということでハニートラップの話、他にもハニートラの話あります？ハニートラね、ハニートラはどうするとまあ特には思いつかないですけどね、まあね、あのこれ記者クラブの闇でですね、日本記者クラブ側と両院記者会があるじゃないですか、何記者会？両院記者会、両院あの国会内の、ああはい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 、ね、古いおじいちゃんたちが、はいはいはい、牛耳ってる、ええええ、そこなんかスキャンダルたくさん持ってらっしゃいますよね、ああ隠しないですよね、僕もいくつか聞きましたけど、赤坂の料亭である政治家が亡くなった時に戸板持ってって運んだの俺らだぞとかですね、なるほど、まああるんでしょうね、そういうのありますね、聞いてる限りは、ということなんですけれども、はい、まず朝鮮、その朝鮮に2回行かれたと、はい、それ以外が、ペルー、ペルーの大使公邸選挙事件ですね、現地行かれたんですか？現地行きましたっていうのはあの時、実はその翌日だから翌々日にあの池田当時外務大臣と池田幸彦さんと、はい、霞クラブって外務省担当ので、はい、同行記者団を募ってまして、で韓国行く予定だったんですよね、はい、でパスポートはあの外務省の報道室っていうのはみんな束ねて持ってたんですね、はいはい、だと思ってたらそのペルー大使の選挙事件が、皇帝の選挙事件が起きたので、はい、急遽あの池田さんがね当時橋本総理だったんですけど、まあ、政府専用機で行けって話になって、あの、ね、午前2時半か3時ぐらいに急にあの同行募集かかったんですよ、で私も午前もう3時過ぎでしたけど時の政治部長に電話して行かせてくれって言って、でもうそのまま朝一で農水省の地下行ってあの下着買ったり何したりってパスポートもあるもんですからね、俺でその日のもう昼前には羽田空港から政府専用機で行きましたね、政府専用機でペルーだと直行は無理でしょう、無理です、ロス経由でしたね、遠かったですねやっぱね、だってペルー行かれたことあります、私その先のチリに植林してたもんですから毎年1回行ってました、あですから、はい、途中でキトで1回あの泊まったりとか、1回じゃないあのロスキト、それでサンチャゴとかですね、はい、そうですね、まあ、高度差も結構ありますもんね、はいはい、なんかこっちから見ると太平洋渡るからロス着いたらもうペルー近くに感じるんですけど、この南北でグッと結構ありますよね、10時間ぐらいありました、10時間ぐらいありますよ、10時間ぐらいグッと、はい、まあ、地球儀で考えないといけないわけで、どうしてもこう地図でみんな考えちゃうんだけれども、実際は違って、いやでペルーでそれでどんなことがありました、そうですね、当時、ちゃんと書いてないんですけども、講演会では喋ったりしましたけど、池田さんがなんか2日3日いただけで急遽帰国したんですよ、で、まあ、その時いろいろ記者団私も含めてトラブったんですけども、あれテパクアマル側にですね、池田さん日本の外務大臣がペルーリマに来てるっていうのがバレたという話があって、で池田さん亡くなっちゃったんですけどね、だから亡くなってるからもうちょっと言うのを申し訳ないんだけれども、池田さん自分が身代わりになってね人質になって他の人質を全部解放するみたいな話になったら困るっつって、慌てて帰ろうとしたんですよ、そしたら橋本総理がいやしばらくいてくれと、にもかかわらずいや橋本さんが、あ橋本さんじゃない池田さんが帰るっつって、で夜中のそうですね2時半3時ぐらいに急遽記者会見なんつってね、それは同行記者しか集まりませんよね、それで、今から帰るって言って、
でこのままいてもあのラジ書かないなんつってね、うん、でおかしいだろみたいな話になってわーって記者団と揉めて、うん、で政府専用機で帰っちゃったんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。残った記者はの、まあ、一部記者も残りましたけど私なんか一緒に乗っ、ね、あ一緒に帰られて、あじゃあ取材がまともにできなかった、ね、できなかったですね。でもあの急遽のホテルだから狭いところに、うん、いわゆるワーキングスルームっていうところで、うん、まあ記者団を押し込められてですね、うん、大変でしたね、あれのね、あの政府専用機ってあれお金取られるんですよね。あ、取れます、ちゃんと払ってます。いくらぐらい取ったんですかね、うん、普通の航空機のエコノミーの正規料金をベースにした金額を取られるんですよね。で、あの今新しく政府専用機変わりましたけれども、はい、前の時はね、私それであの池田大臣と揉めたもんですから、うん、あの記者があの飛行機の中で寝入ったらちょっと話をしようって話になって、うん、でね、あの普段は天皇陛下とかね、総理しか使わないあの最先端の、うん、あの一番前の、ね、はい、大きい部屋、貴賓室ね、うん、あの呼んでもらってですね、うん、どうなってんのかなんて言ってね、うん、普段絶対あの入れもしないし見せも しないんですよ、うん、ってなところで、あの、うん、悪か、わしが悪かったって言って、うん、詫びを詫びをもらったわけです。もらったっていう、はい、でその後はでその後なんかいろいろ書かれましたね、噂の真相に。どうも身近にいるなと思ってね、そういう人はね、まあ要は産経の先輩ですよね。多分漏らしたんでしょうね。そう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 、産経の場で多分佐々木さんが言ったのを聞きつけた産経の先輩が、そう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 、週刊誌に漏らして、そうそうそう、漏らした時に自分で書いてたんじゃないですか、ね、自分で書いたのかな。すごい滑らかだったですもん。滑らかだった。私が居酒屋で喋った通りにこう喋った。いやね、僕もね、あの記者婚マリオの店ご存じ、はいはいはい、マリオの店に麻生さんに行きたいって、じゃあなんかトラブルといけないから記者婚やろうと、うん、記者婚やったわけですよ、そこで、うん、記者婚段階のことを記者婚って言うんですけど、うん、で麻生さん来たわけですよ、で他にも何かいたんだけど記者さんですよ、あとみんな、うんうん、出てったらフライデーがパシャッと撮って誰か記者が喋ったんですよ、うんうん、そうですね、うん、記者番記者だから大丈夫だと思って信じてたら騙されますね。もう記者のオフレコは絶対オフレコじゃないですからね。そうですね、うん、みんな噂で、オフレコだと思って喋って後であの騙されたっていう人いますけど、本当そこはあの気をつけないといけないですね、うん、なので今みんなほら IC レコーダーとかですね、もう、まあまあ、携帯電話でね、取れます。携帯電話そうですからね、はい、だから逆に言うとね、あの別に褒めるわけじゃないけど、あの小泉さんなんかはね、うん、かっこいいことを言ってましてね、うん、小泉純一郎にオフレコなしなんつってね、うん、でどこ行っても俺は公人だからあの何でもいいから帰っていいぞなんつってね、うんうん、で中身のあること言ってくんないから人にならない。帰っていいぞ。そう、息子と一緒じゃないですか。安倍さんもずっと喋ってましたよね、電話するかね。ああ、そうですね、まあいろんなことがあるわけですけれども、他に何がありましたっけ、ペルー以外は。あとはあのなんだ、オウム真理教事件なんですね、うん、まあそれ結構時間かかりそうでしょうけれども、うん、オウム真理教ってあれもう最初はヨガ集団。そうですね。で、まああの麻原彰晃自身はあの、一度薬事法違反でね捕まってるんですけれどもね、薬事法、最初はね、あのオウム真理教を立ち上げる前はね、うん、あのなんかインチキ商売やってて、で英会話なんかのなんかセットをこう昔よく売りつける流行ったじゃないですか、はい、あのノリでね、なんかあの健康食品みたいなのをやって、はい、で薬事法違反で捕まって、うん、新宿警察署にあの檻の中いたんですよね、うん、でその頃からちょっと、まあその頃からっていうか、まあ取材はかけてたんですけれども、うん、そしたらあの、まあ、松本サリン事件が起きて、うん、で今度平成7年ですよね、地下鉄サリン事件が3月に起きたということで、うん、一旦私その年の平成7年の2月に移動でね、それまで警視庁に4年7ヶ月ぐらいいたんですけどね、うん、ようやく解放されたと思ったらまた呼び戻されちゃって、そこからの2ヶ月間ちょっと警視庁に泊まり込みでしたちぐらいで、まあ、えらいひどい目っていうか大変でしたね。大変でしたね。怖かったですね、相手もね。相手もまあ宗教団体、道具ガス持ってますからね。あ、まあ、VX ガスとか BC 兵器、うんうん、VX ガスも開発してたんですよね、あれ。やってましたね、サリン以外にも、うん、だからあの目黒交渉役場の方もね、あの刈谷さんが殺されましたからね。あ、VX ね、VX だったっけな、なんだっけな、毒ガスですね、うん、
江川翔子さんなんかもねやられましたもんね。あ、そうなんですか。うん、あの家の中にあのこう郵便ポストからなんかこう入れられたっつって毒物を。そうそうそう。で取材行くとね、彼らがあってこう我々のことを撮るわけですよ。はいはい、あの動画で、うん、はい、オウム真理教病院とか行くとね、オウム真理教病院。病院怖いですね。怖いですよ。怖いですよ。みんな白い。どこにあったんですか。あれはね、中野かなんかでしたね。で本当一斉家宅捜索ガサって言うんですけど、うん、ガサの時も私そこ行けって言われて、まあ、行ったらまあ知り合いの、 あの私捜査二課と四課の担当だったんですけど、もう総係ですよね。だからあのいつもの知り合いの刑事なんかがね、迷彩服着てあの鉄の斧、うん、見たことないでっかいのでね、こんなになって壊そうとって、あとカナリア持ってね、うん、カナリアがほら、うん、あのサリンとかドグラスに、うん、はい、本当にカナリア持ってきてね、こんなって危ないなと思って近寄っちゃいけないなって、ね、うん、取材したことあります。マスクはしてなかったんですか。あの捜査員たちですか、うん、してましたね。もう完全防護服ですよ、うん、防護服です。宇宙人みたいな格好してきました。我々だけですよこんなことで。すでに、オウム真理教、バカじゃないかと。オウム真理教病院って本当に病院だったんですか。いや、うーん、どうだろう、やってないんじゃないですかね。でちなみにあの逃走犯がそこで潜んで隠れてあの指紋を消してたなんてね、はい、大体みんなオウム真理教病院でね指紋消すんですよ。あ、硫酸かなんかでなんか、うん、やってるんですよね。でそれ以外のなんか診察なんて聞いたことないですけどね、うん、一応あの病床ベッドはね、うん、4つか5つぐらいあるんですよ、うん、ああ一応あって、ああ、まあ、医師がいましたもんね。そうそうそう、うん、いや僕がですね昔あの上野っていうか御徒町住んでる時に西新井病院の東上野分室っていうところがあって、そこが拉致の現場だって、僕そこに風邪薬のもらいに行ってましたからね。やばかったなと思いながら。はい、ということでいろんなことがあったわけですけれど、はい、僕はねオウムで記憶にあるのはオウムカーベって、カーベっていうハンカチ会社があるんですよ。そこの部長さんが村井さんって言って、うん、デパートにオウムの村井ですけどっていう電話かかってくると、うん、みんな嫌がったっていう、うん、そのぐらいの思い出しかありませんけれども、うん、まあそういうことで佐々木さんとのお話まだ2本目聞いていきたいと思いますけれども、この先はメンバーシップでということで、はい、よろしくお願いしたいと思います。渡辺哲也賞文化人放送局スペシャル、今日は佐々木瑠衣さんにお越しいただきました。